彼女、屋上から飛び降りたのに、次の日には普通に登校していた。バカバカしい。それこそ立ちの悪い噂の典型じゃない。そして飛び降りた翌日から奇妙な行動を取るようになった。知らないわ。それにたとえそうだとしても今回のことと何の関係があるのよ。その噂が立ったから彼女周りから特別な目で見られるようになったんでしょ。だから今回も真っ先にいろいろ言われてるんじゃない。そしてその噂話にはあなたも絡んでいるわよね。私聞いてるよ。その間に何があったの？喧嘩の原因は何なの？そんな、また聞きのゴシップに付き合うつもりはないし、たとえ事実だとしてもあなたに説明する義務なんかないわ。麻生さん、どうして隠すの？このままあなたが黙っていたら星原さんの立場がますます悪くなることだってあるのよ。それにいろいろ言われているのは星原さんだけじゃない。あなたもその対象になっているのよ。何か知っているから何も喋らないんだ。もしかしたら事件そのものにも関係があるんじゃないかって。私にもわからないわ。あの、単なる噂で私も信じちゃいないんだけど、例えば超能力とか。何よ、私だって信じちゃいないって言ったでしょ。だからあくまで噂だよ。噂が立って伝わっていくうちにどんどん大げさになっていったんでしょうね。わからないけど、やっぱり星原さんの雰囲気がそれっぽいっていうか。そうだね。原因が分かれば対策も立てられるよね。それが超能力だったってわけ？じゃあどこから星原さんの名前が出てきたのよ。1年前の自殺の噂、
あれから星原さんをみんな特別な目で見始めた。私もそうだと思う。事件の本当の原因、真相って何なんだろう。分かったわ。今はそういうことにしておくけど、進くんの話だって仮説に過ぎないんだからね。それに星原さんと麻生さんが一緒になって何かやっているって噂があることも。ほらみんな何見てんのよ。今回はもうおしまいだよ。お腹減った。助けてくれてありがとう、と言うべきかな。でも神岡くん、本当はどう思ってる？事件の真相、本当に星原さんは関係ないと。ごめんね、助けてくれたのに。しーちゃん、この前の記事読んでくれた？ああ、ごめんね、ほら私、今学園祭の準備で忙しくて。違うのよ、みどりちゃん。分かったわ。じゃあね、鵜の森さん。みどりちゃん、違うの。大丈夫よ、
私こういうの平気だから。いいえ、記憶に残っていた曲を弾いてみようと思ったのですが。Thank you.
神岡さんが目を覚ますまでは一人にしてはおけないので待っていました。席を外されています。ただの貧血だろうから心配ないとのことです。4階の廊下に倒れていました。ええ、近くにいた男子の人に頼んで、お名前は知りません。いえ、そんなことありません。何でしょう。神岡さんは知らない方がいいと思います。さっき言ったことは嘘です。神岡さんは本当は校舎の屋上に倒れていたんです。私が一人で神岡さんを保健室まで運んだんです。七角ペンダント持っていますか。喋らないで。そうです。でも思っていた通り、七角ペンダントには私の力も働きにくいようですが、それとはちょっと違いますが、手を触れずに物を移動させることはできます。力を使って神岡さんを屋上からここへ移しました。